村瀬だ。やっぱりいてくれたな。いや、なんか様子がおかしいぞ。さっきから中、人が少なすぎねえか？そうか。動くな。昨日、うちのが松金組弾いたとこやで。登場会の返しを楽しみにしとった。要するにうちも限界態勢やったっちゅうこっちゃ。八神さん、どうする？海藤さん、どうするって。こんなのどうしようもねえだろ。やっぱりお前らが登場会やったらもうとっくに両目えぐってるけどな。傷つけよ、おら！にぎやかなマッチや。一、二発撃ったとこで誰も気づかんで。誰の命令で来た？こいつだよ。今日も口軽いな、海藤さん。あんたは誰だ？教令会若頭、しようやっちゅうもんや。教令会のナンバー2か。東が言ってた。おう、サルグツバと手錠や。話は事務所でゆっくり聞いたる。お前ら長い夜になるで。舐めた真似し腐って、そいつからぶち殺したり。え、タボやるや。何や、お前なんで？驚いてる暇なんてないんじゃない？だよな。やるぞタボ。Oh, my God.
だ。出発するか。もういい、ずらかるぞ。タボ、ああ、ここまでにしとこう。おかげで助かった。お前も来いよ。どうした？うん、わかった。え、来んのかよ。待てや。このままじゃすまさんで、お前らヤクザ舐めとったら命がないで。なんだよ、お面が必要なほど不細工じゃねえぞそれはどうも。仮面いいのか？だってこんなのつけたまま街に出れないでしょよし、行くぞ。